はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、最初のデッキに帰ってまいりました。で、りょうちんがなんかやる気上げが良いみたいで、うん、ちょっと知らずに使ってたんですけど、うん、そんな感じで原点に帰るというか、ね、原点に帰るって意味わかんないけどねまだそこまでやってない感じなんですけど、頑張っていきたいと思います。もうほんとハマるまでやるしかない感じっぽいので、ハマるまでやろう立ち回りはもうね、至って簡単で、ただ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 評価をときめきゲージを上げてブーストを待つという、まあただそれだけなので、めっちゃ直してくれー。それだけをひたすらやれたらいいかなっていう感じですね。わお、あ、てかもうアイテム持ってんのか、使っちゃいます。もう一発じゃないこれ。あざーす。セッツン、評価は浅息で OK か。うん、あ、まあ一応守備もしとく。やばい、やる気が。レッスンできないわ。え、早くね。だからといって説がいるわけではなく、お、強い。耐えてくれ。お、イベント大きすぎて怖い。で、除去ですね。うん、どこであげよう。レッスンしたいけど、とりあえずデートでいいか。
ナイス爆弾。そっちか、偏るね。全員のレッスン上がった。どうしようこれ。筋力ゼロって何。筋力は走塁と打撃呼べないともうほぼゼロみたいな感じだから。キャー、やべえ、ミスっちゃった。あ、ここレッスンチャンスだ。レッスン1、まあ、やる気上がんない。レッスン2、やる気全然上がんない。レッスン4、全然やる気上がんない。あ、これアロマっていいやつだね。アロマあります。怖い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 。おぶね。にゃー、生きてー。生きてーけど、多分せっちゃんがやばい。何それ。あ、告白来た。わからない。意外性ですね。うわ、2人。じゃあ来いよ。よし、まあまあまあ、もう終わりかな。評価上げ、恐ろしいやー。ナイスピンク。え、どっち？こっちの方が強そう。
うん、いいんじゃないですか。技術やっぱ溢れるね。はけ口がない。ダブル赤ちょっと怖いな。領地この駆け引きむずいよな。駆け引きむずいけど直す。欲しい臨床。これさ、爆弾怖いけど爆弾ないと跳ねないからすごい難しいよね、バランスが。溢れまくってる。トウキビかな。はい。で乗ったでしょ。あ、精神もらえるし、レッスンするか。OK。 1個ぐらいは欲しい。ちょっと筋力。よっしゃ。あ、メンタルは偉い。溢れるんじゃね、これ。増えてきた。ここから跳ねるよね。うん、難
難しいっすね。何連来るかによる。そこか。ちょっと筋力足んないような気がするんだよな。技術が履けない。走塁とかでいけるはずなんだよ。3人？あ、2人か。あ、いい練習来たよ。頼むよ。 OK。 シワカ取っちゃった方がいいか。筋力がやばい。おぶね。また来てる。また来てるけど無理だよな。いいんじゃないですか。筋力欲しいので、印象の余ってる。むずい。打撃とかで良さそう。気分屋いらな。わお。レッスンで筋力もらうのありかな。どうせもうデート間に合わないでしょ。ちょっとしかもらえない。そしてイベントあと1回。ハハハ、打ってないもんね。打ってないんだよね。そうなんだよね。筋力やば。こんだけ溢れられるとみそのでもありかなと思うけど、みそのにするとまたバランス変わるんだよね多分ね。
うん、いいんじゃないですか。なんか違うな。どうしようか。精神まだちょっと欲しい。もしかして、気分屋多いな。佐伯は間に合った。まあ筋力入るからいっか。でこの辺をどう入っていくか。おえっとね、筋力精神ください。ラスト大事よ、ラスト。何もなかったらせっちゃんかな。嘘、今鬼なんだけど。ここだね。来ないものだと油断したよ俺は。節子がいない。いよいよ筋力か。他がやばいな。満塁は最後でしょ。パワー S まで持っていければだいぶいいかなという感じはするけど。お待たせいたしました。2回の裏、北摂攻撃に入ります。先頭バッターは松江だ。うわー、打てた。伸びのあるストレート投げた。打った。これは強烈。北摂追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で松江だ。第2球、これも空振り。あ、てか毒神術来てなくない？
球を投げた、打ちました、痛烈、いった、入った、多いな。北節リードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という、これはいい当たりだ、いった、入った。なんか来てない。北節リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面、あっと、いった、信じてきてないね。失敗した記憶もないから、うん、来てないね。かけちゃったね。ワンかけや。うん、むずい。むずいな。って言ってる。まあ一瞬虹谷にもう来ちゃったかなと思ったら、全然全然太っちょが来てびっくりしちゃった。お待たせいたしました。4番北節、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で、来た、入れば同点だ。多分ね、北節のもう一人の方は多分ね、デートしないで金徳4つ取れるように、あの5個になってるだけだと思うから、どっちかっつうとあんまそこは気にしなくていいと思うんですけど。相馬、北節同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、あとは経験点どれだけ跳ねるかっすよね。まあ独身術かけたけどさ、まあ、あとはデートのみかんとか、デートじゃない、そういうみかんがね、どれだけ減らせるかって感じだと思うんですけど、筋力欲しい。あーでもせっちゃんか、それ乗るよねこれ。怪我はいるな。満塁だけだよね。うん、うん、これで OK。 虹谷、マジ虹谷に特攻つけてほしかった。あ、まあそこそこ出てんだね。お待たせいたしました。4番、さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、これはいい当たりだ、いった、入った。4回の裏、北節攻撃に入ります。先頭バッターは松江だ、低めボール、第2球投げた、外角外れてボール、第3球を投げた、スライダーボール、第4球を投げました、打ちました、これはいい当たり。6回の裏、北節攻撃に入ります。この回の先頭バッターは燃えますね、今日3打点を挙げています。投げました、打った、痛烈な当たり、やった、ボールは中継、松江だ、痛烈。北節、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で、松江だ、今日はチームの全打点を叩き出しています。あ、ホームラン打てばいいのか。第2球投げました、完全に外れた、ボール投げました、あっと、入れば逆転だ、入った、入った、おー危ね、勝った、自力で打つとは。
4位。まあここはしょうがない。あざす。一応ちゃんと振ろっかな。出たっぽいのでそこそこ、うん、いい感じですね。ギリ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 、まあこれ以上出るともう本当に吐けませんよって感じかな。ちょっと待ってください。一応取れるやつだけ取っとくか。ちょっと偏ってるからね、査定にどう振ったらいいのかが難しいので、お待ちください。これかな。で、振っていきます。チャンス。対左取った、盗塁取った。走塁取った、送球が取った、怪我、あ違う違う、怪我取った、キャッチャーまだ、阿部パワー、阿部パワーの広角内野流し、固め、粘り、悪球取ってない、板職、初球、なんか普段取らないものをなんか取ってるね。逆境骨にロボ一取ってるね。はい。ムードが1。レザビ守備。レザビ守備職。あ、ホームシシ取ってないわ。ブレランは取ってる。イブシ。追い打ち、帳尻、気分屋って潰した方がいいのかな。なんかいっぱい来るっぽいね。ささやき、本類、生還、競争心、骨に、打球伸び、打球伸びはもうほんと速攻潰すぐらいの感じでいいっぽい。まあ両親の場合はなんですけどね、多分発射区だと敏捷がめっちゃ余って、あのアンパンだと筋力がめっちゃ余るみたいな風になりやすいんだろうなっていう印象はあるので、まあ技術余るのが一番妥当な気はするよねとは思います。総力ブースト、牛若が全然なんか余裕で取れるのがこの高校はいいですね。まあタック強いところはね、牛若が気にならないっていうのがすごいいいっすよね。盆栽です。290、357、やっぱ筋力欲しかったな。筋力精神が課題ですね。チャンス、対左、
キャッチャー取るのね。キャッチャー、あ、球打、さよなら、4番、で以上かな。以上っぽいね。悲しい、悲しい。あ、ムード取れる。はい、そういう感じでございました。じゃあときめき、ときめき三田村、はい、ということで9ですね。もうちょいです。うん、まあ筋力不足だったので、まあそこのバランスがもうちょっと、まあ点数はまあ割ともう足りてると思うんで、そこプラス経験点バランスですね、気をつけて、まあ気をつけれないんだけどね。来ないと気をつけれないっていうのはあるんですけど、うん、まあ打撃でもうちょっと踏めればよかったかなって感じですね。打撃と走塁じゃないと筋力が稼げないので、うん、まあそこでうまくやるか、うん、どこを尖らせるかだよな。まあ彼女キャラはまあ誰でもいいのかなって気がしました。せっちゃんと八尺でも、何、アンパンでもそんなには差はないのかな。でまあやる気が上げやすいってところと、まあ、技術が一番溢れて困らないというか、まあ、困るけどね。まあ困ったんだけど、まあ、技術使うものが結構多いので、うん、そういう感じになるのかなとは思います。ということで、まあ、もうちょいで、はい、まあ、PG も見えてきたので引き続き頑張っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さん、ピースの日常お過ごしください。バイバイ。